も料理人向いてないからやめろってずっと言われ続けてきて、そけたくなって、すごい攻めた料理ですね。攻めてます。まだ新しいんですよね。そうなんですよ。できてから1年ぐらいで、去年の7月にオープンしたばかりなんですよ。でも1年だって食べログなかったですもんね、この間まで。一気だ。びっくりしちゃって。食べログないって。言っていただいてからすぐ今最後は調整中で。ああ、髪型かっこいいですね、髪の毛。これ実は髪の毛真っ白なんですよ、髪の毛。あ、そうなんですね。料理人だった半年後に真っ白になりました。はい、ストレス的なやつですか。あ、そうですね。最初働いたところのお店の人が結構バカなそうだったんで、毎日顔面腫れて足こうなっていきました。マジっすか。まあね、チャポガヤっていうカヤの実みたいなあの実があるんですけど、それをちょっとそのまま食べるとめちゃくちゃアクが強かったんですが、チャパションフルーツみたいなすごくいい香りがしたので、ちょっと木の実というジンでこう漬け込んでご用意して、そのジンの、ジントニックで。いや、はい、温度もいいですね。ごくごくいいぞ。いくつなんですか。僕、34です。あ、若いね。もう髪の毛真っ白になってた。そうなんですよ。明石の、車エビになります。はい、車エビの周りにあのショフワーでご用意してるんですけども、周りはキニラのおソースを、ゼラチンで少し固めて、姫レモンというこの皮を削ってこう層にして重ねて、用意してます。そしてワインがアルガスの多分合いますね。合います。しっかり火入れするんですね。そうですね、あんまパシパシにならないぐらいの感じでちょっと火入れしようと思って入れてます。フランス料理ベースにはなるんですか。フランス料理の技法は使うけど別に、はい、ね、こだわってないっていう感じなんです、うん、それで結構怒られたことがあるんですけど、フレンチじゃない。いや、怒るんですか。でなんかフレンチって聞いてきたのにフレンチじゃないじゃない。あ、要はあのパテアンクルートみたいな、ね、古典的な料理出てくると思ってきた。あ、なるほど。 それはそいつのなんか、ね、情報のなさじゃないですか。ちょっとリテラシーが低いな、それは。これをあんたのためを言ってあげてるんやで。出たー。余計なお世話だよ。今まで働いてきた時の料理をちょっとやるのがどうしてもちょっと嫌で。大嫌いですね、もうね。いろんなこうお料理をちょっとやりたいと思って。人って何料理って好きですかもね。そうなんですよね。何料理って作るのもなかなか難しくないですか。いや、むずいっすよ。もう無理ですよ。意味ないですか、その。そうっすよね。でも日本人って保守的だから、フランス料理って言われたら安心してフランス料理食べに行く感じですよね。ああ、そうっすね。イノベーティブって言われても何かわからないから扉を開けないんですよね。行かない方多いですよ。はい、月1回コース変わってて同じ料理を全くしない形で。ああ、なるほど。はい、名古屋フグですね。名古屋フグ、はい、皮を食べたら知るんですね。
すごい余韻になるんですけど。いいじゃないですか。最高ですね。炭の香りとレモングラス。香りと余韻ですね。香りと余韻。レモングラス。レストランウーの意味ってどういう意味なんですか。僕の名前がユウスケなんで。ああ。ユウじゃな、ユウじゃ面白くないからウーでいいんじゃないと。そんな感じなんですね。最初なんかこうフランス料理っぽい感じのなんですか、名前とか考えたんですけど、それじゃちょっと新地じゃ浮くなって。ああ。と毎月ですね、フランは絶対出してまして、まあ、ちょっと今回はかぼちゃのフランに、冬はワタリガニと、ワタリガニのお出汁、少し牛乳を加えて、中心に少しあの黒ニンニクを少し用意してますので、一緒に崩していただきながら召し上がってください。はい。この感じで、完成です。何方の順番大丈夫ですか。かぼちゃの甘みが優しいですね。黒ニンニクいいって。戻しにくいさですね。いい。ちょっと最近お肉料理をですね、間にちょっと出してまして、あの最後ってちょっと難しい料理になるなと思って、お料理としてちょっとあっさりとってもらおうと思います。はい。コンソメか。コンソメ、お週間ぐらいかかるんですよ。2週間、はい、もう炊くときにゆっくり炊くので、これちょっと塩加えてない。あ、いいですね。ほのかに安定感があります。夏時間はですね、あのじっくりじっくり炊くので、炊いて休めて、炊いて休めてを繰り返し繰り返しして2週間ぐらい炊く感じですね。毎月コンソメ、いろんなものでコンソメ作ってるんですけど、先々月2週間かけて作ったコンソメを滑って半分こぼしちゃって、めちゃくちゃショック受けてました。これナチュールなんですか。ナチュール、だから整合性取るためにナチュールを多くしてですね。けどできるだけこう塩を砂糖は保温を使わないんですけど、だから素材の甘み、さっきのかぼちゃの甘みとかで甘みでそっち食材の方で表現する。そうですそうですそうです。一緒にこう飲んでもらって食べますし、口の中で余韻をこう探してもらうような、それを目指してる。なかなか表現するのも難しくて。サッカー高校1年生までって、そこからずっとバンドやってたんですよ。何度か、どういうやつ。ニューヨークハードコアっていうジャンルのバンドやってました。2人が流血しながら、なんか観客が踊ってんのか流れてるのか分かんない。回し切りの飛んでくるやつ。でもやっぱ料理だったんですね。昔からこう連れててもらってたんで、ソースの勉強したいと思って、ほぼ毎月の給料を使えてたらしいです。へえ、すごい。23だろ、専門学校行かずにそのままレストランに行ったんですけど、それまでバンドでインディーズでさ、すごくないですかそれ。素材だったんですか。どっかでやっぱり無理かなみたいな。めん無理やなと思います。ほんま僕一番で売れるそれをやめて夜の世界に行った時に機材を全部売っちゃいました。いいですね。コースの中盤にもう肉料理が出るっていうのはなかなか斬新ですね。お客さんに言ってもらったことがあってですね、最後お肉出てくるのが重いって言われまして、分かる気がする。少し炊いて香りが出るように、下バッタケと、夏の、鹿です。オスの鹿で、下にあのカブラですね、ノフェジカブラというカブラ、夏のカブラを吸って、カブラを塩して中央にしています。こ
のタイミングが一番欲しいですね。松茸の香りとこいつがバッチグリです、ね、で塩先も結構塩味を抑えて素材を生かす感じだったんですか。いえ、もう一つ生かしてくれます。バターとって感じだね。じゃあ逆のこと やってるんですね。そうですね、よくあるやつ。修行先が大嫌いすぎて別のことをやる、逆のことをやる。天ぷら業界多いっすよ。あ、いや、なんか毎月料理変えるんだったらインプットってどうされてんのかなーなんて。結構いろんなとこ食べに行くのが好きで、いろいろ行ったんで、京都とかもインプットしていただいたりとか、つまりプロポーズしたところがあるんですけど、エスキスは、はい、エスキスさん、あそこめっちゃ好き。最初の東京に日帰りでご飯食べに行った時に、うわー、おしゃれ。フレンチでプロポーズってすごいっすね。でもなんかシンプルなちょっとイタリアンっぽいお料理ですね。ズッキーニです。ズッキーニの中にハムをですね、すり身にしたものと、あのフォンテをご用意しています。ビール嫌じゃないですか。大丈夫大丈夫。ハートランドの前に高知のミッションオノキユズですね、と、あの蜂蜜のシロップをちょっと混ぜます。なんかビールコンボない。そうですね。一口食べてうまっていう料理ではなくてですね、一個一個香り繊細に美味しく出せるお肉っていうのを頑張って、せっかく食べに来てくださって体験を買いに来てくださってると思ってるんで、そういったところでちょっともっと濃いお料理をね、ずっとやってたので、ご自身がもともとこう濃いのが結構疲れるタイプなんでよく働きましたね。の中にちょっとあのヤギとあのシャンピニオン・デュクセルですね、あのブルブランのソースですね、と上にたっぷりあのカンボジアの黒胡椒と中流を少し添えて用意しています。酸味のあるヨーグルトっぽいですね。すっごい攻めた料理ですね。攻めてます。いや、僕は大好きですけど、この間来てくださった方に言われたのは、海外受けの方がするんじゃないって言われたことがあります。集客難しいな。そうですね、ちょっと余白を楽しむ料理じゃないですか。そうですね、その分かりやすい旨味がバチッと効いてる料理じゃなくて、なんだろうな、アクション映画じゃないな、ヨーロッパのなんか映画でっていう感じの料理だから僕はすごい好きなんですけど、なんかキャッチじゃないですよね。キャッチではない。うん、もうちょっと出せば美味しくなんか分かるんですけど、その一歩手前で引いてるから、それを酒で補うようなペアリングじゃないですか。いや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 、この地で評価されることが意味があるんですよ。日本茶に合わせるってなかなかそうですね、ぶっ飛んでるっていうか、ぶっ飛んでます。日本茶ってどこまでの日本茶ってね、日本の和紅茶とか煎茶とか紅茶とか、そういうのを全部含めた感じですね。まして明石の瀬戸内です。はい、下にはあのネセロリのピレーになります。で、上にちょっとあのエスカベッシュのちょっと要素や南蛮漬けみたいな要素にしたくて、サワークリームとあの山桃のピクルスとミョウガのピクルスをあえた、いわゆるコンディマンみたいなものを一緒にご用意しています。おいしい。この魚、はい、すごい、うん、濃い感じの、なんか明石の地のもの使ってて、なんか面白いもの探してるんだったらこの魚入れちゃうって言って、うん、紹介しますので、おいしい。
二日酔いの時とか作れないじゃないですか、なんかバランス悪くなっちゃう。めっちゃ塩っぽいなと。リゾットに平らぎ貝使うんですか。はい、リゾットにちょっとあの貝の香りかもしれない。でも平らぎ貝ですね。攻めてますね。平らぎ貝って生ですか。生を平らぎ貝ってでもだって高いですから、うん、高いホタテやったら安い。でもここまで食べて結構軽やかですね。やっぱり重さがないのがいいですね。それを目指して、あ、意外と2軒目ラーメン行けちゃうよみたいになって。ここから2個来られてもきついですよね。ちょっと出てきたからよかったんですよ。 あららいいですね。美味しいです。ありがとうございます。タケノコの食感と、ね、食感は貝の食感、貝の味が、うん、みんな好きな味、うん、ワインも合う。食材の香りと香りをぶつけ合って、うん、そのあーみたいな感じになる。そうそうそう。でワインで流し込む。余韻でこう食べ終わったら鼻で食うですね、このレストラン。いい香りしましたね、最後ちょっと、うん、なんかめっちゃ気に入ってくれた人は本末期待とかね、好き、疲れる人と疲れない人も別れでしょうね、はい、でもお仕事しちゃったら最初の好きな人がなんだ、売れ線行ったなみたいな、メジャー行ったなみたいな。そうですね。まあでも今まだ30代ですもんね。はい、やりたいことやったらいいんじゃないですか。親戚のおじさんみたいなこと言う。ありがとうございます。いや、俺この方向性いいと思うんですけどね。ありがとうございます。私はこのお料理が好きだなっていう。何よりですね、奥さんのその一言が。いいっすね。